ちゃんと人に優しい気持ちで接して。ビビったショットガン。マジビビった。マジビビった。ショットガン野郎がいる。ほらやっぱりいる。ちょっと待って。笑ってくれよ。めっちゃビビった今。マジで。こっちどこ。どこあっちか。じゃあめっちゃビビった。ボンタ君73さん。そいつか。そう、ショットガン野郎。あいつに銃で撃たれるとなぜか電車がダメージ食らうんだよ。どぶれた。ちょっと。ケンさん、襲われるんだ。そう、襲われる。ボンタ君73さん。現実でも撃たれたか。ねえ、ここでステンバイ。え、あいつどこ行った。え、あ、追いかけてくんのやめたのか。一旦バックで戻るか。マジビビったんだけど。多分ここら辺でいいよね。口笛聞こえない。え、ここら辺にいる。ダッキング。え、口笛聞こえない。え、上のやつ口笛吹いてないよね。アゴシオ、口笛吹いてないよ。アゴシオって言っちゃった。ちょっと、アゴシオって言っちゃった。ちょっと、待って、待って、待って。口笛聞こえる。待って、ちょっと、アゴが得意な方、アゴがすごい魅力的な方って口笛吹くの。気持ちいいのが。あれじゃない？サタンさん、長見ほんま。ちょっと待って、違うの。悪気はないのよ。俺、自分が好きな人がさ、あんな感じになっても俺愛せるよ。ほんとに。悪気はないよ。そういうとこやぞ。うん、本当に本当に愛せるよ。ちょっと急いでるんで先行きますね。やっぱり。オッケーオッケー。よしよし、こっちこい、こっちこい、よしよし、こっちこい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 。あ、来てる来てる来てる。よし、オッケーオッケー。こっちこい。ちょっと待って。シュッシュッシュッポッポー。シュッシュッポッポー。ブヒー。来てる来てる来てる。結構結構近い。結構近い。ボンタ君73さん。近すぎだろ。笑。待って。ま、バックじゃない、進む。進んで止まる。で、我機関銃装備せり。うっせえわあいつ。止まれ。こんな強い人間いる。ちょっと待って待って。ちょっと行った行った行った。こんな強い人間いる。機関車ダメージ結構食らったんだけど。嘘でしょ。こんな強い人間いるの。強すぎだろう。じゅんさん、ナイス。ボンタ君73さん、よしよしよし。ナイス。このゲーム続けていいの。一応バックしますわ。近すぎだろうとか。ナイス、ありがとね、みんな。5000円ありがとね。待って、来てる来てる来てる。あいつが来てる。お前ふざけんだよ。一周回ってきたいぞ。あ、いた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 。あいついたわ。豆でも売ってたか。ボンタ君73歳。待って、あいつ来てる。おもろいから続けて。おもろいか。あいつ行った。あいつどっか行った。ちょっと待ってよ。ここさ、まっすぐ行ってさ、あの分岐点行くとさ、ほらここ行くとまた一周しなくちゃいけないのよ。ボンタ君73歳。豆でも売ってたて、わら。これだ。あ、気づいた気づいた。ごめんごめんごめん。悪ふざけ、悪ふざけだから。ちょっと待って、ふざけ。ちょっと待って。473さん、やば。来るやん、あいつ。ちょっと待って、ちょっと待って。ダメだ。もうふざけたのが最悪やわ、こいつ。もう攻撃しようがないんだよ、この方向からだと。ほら、攻撃できないんだもん。ほら、わかるでしょ、これ最悪やな。はあ、やっちゃったな。汽笛鳴らしたら来るんだね。ドレミファソラシシドさん、うん、気持ち悪い。気持ち悪いでしょ。ちょっと、もうやだよ。一旦前進するか。で、後ろでやっつけるか。はい、ちょっと待ってね。 HP、 HP やばいかな。ふざけんなよ、お前マジで。帰れ。あ、死んじゃったわ。あ、
ちょっと待ってね、ちょっとトイレ行くわ。レモン玉取ってくるわ。ちょっと待って、ちょっと待って。南さん、わらわら。ベルさん、脱線しました。油断してた、油断してた。脱線しました、油断してた。脱線しました。油断してた、脱線しました。そしてちょっとレモン玉取っていきますわ。行ってきますわ。いやー、油断し、ロックが開始したわ。あれ、コントローラー効かないんだけど。あ、え、効かないんだけど、嘘でしょ。あ、聞いた。汽笛の使い方ってさ、ここで戦っちゃいけないっていうところで汽笛鳴らしてわざと呼び込んでやるんじゃない。うん、ポンタ君7033脱線じゃなくてタヒンドルがな、笑。タヒンドル、タヒンでたね。これどこ、ここからここ行くとか、あ、ほらほら、全然いいじゃん。死んでもさ、結局さ、あれさ、脱線って出るのよ。死んだ時脱線って出るのね。で、これ何なの脱線っていう話はちょっとしててさ。うん、ベルさん、うん、つまり煽り汽笛。うん、そう、煽りの汽笛よ。あ、待って待って、これ HP ないんじゃない。あ、やっぱ HP ゼロだ。よし、 100% にして。ね、一旦ここちょっと通り過ぎたところで止める。ここね、オッケー、行くか。よし、行こう、気合い入れてこう。多分あの人間倒した後だと思うんだよね、あの口笛マン。ここにさ、スクラップなかったら、あったでしょうけ。弱い汽車はよく汽笛をする。弱い汽車ほどよく汽笛するんだ。そういう動物いるのはわかるけどさ。どういうこと？弱かったのか、あいつ。ここ何？これ、え？ここに来て俺何やるんだっけ？ここで？セオドールの青い箱は教官の貨物車両の中だ。貨物車両の中ね。あ、これか。これ、開けれん。あー、こっちからか。あー、たったった、これか。いやー、すごい命がけでしたね。あった、スクラップ。よし。もう、ハラハラドキドキよ。ほんとに。こんなホラゲある？怖いんだけどな、この音。今のうちはさと行く。もうこんなところ用ないよね。箱取ってこいつに渡さなきゃいけないのか。行くか。これさ、俺さ、わざと死んだ方がいいと思うよ。うん。ポンタ君7033、長見お前100点だ。ありがとう。ポンタも100点よ。ありがとうね。ポンタ君7033、うん、このゲームに向いてる。俺、向いてないゲームってなんだろうね。スポーツゲーム向いてないと思うけどね。俺さ、前わけわかんないゲームでさ、向いてるって言われたよね。だっけ、あのメンヘラ、メンヘラツンデレ女子を鍛えるっていうか配信者出る。俺このゲーム向いてた。顎がやっぱり変だこいつ。顎じゃない、喉仏、喉仏が大きいだけじゃないこいつ。喉仏大きいです。うん、ポンタ君7033、よくわからん、よくわからん、よくわからんか。あとはもう世内出てけって。ゲラルヒアのこれ、スクラップ38個。結構溜まったね。オッケー。さあ、お色直ししようね。かわいいかわいい。うちの列車。長見の娘さん、ね、クリア？もうクリアかもしれん。正直。クリアかもしれん。かわいいかわいい。あ、20スクラップも使うのか。もうだいぶさ、もうレベル10がマックスだからさ、8と7よ。もう結構いい感じじゃない？次どこ行こっか。俺このゲームいくらだったかな。次こう行って下行くしかないよね。下行って、あ、また同じとこに通るのか。一旦ここ行ってバックだ。電車に愛着持っててくさ。ね、かわいい。やっぱさ、長年それセットあれだからさ、愛着は湧くじゃん。てかさ、長年一緒にいて愛着湧かないもんでないからね。うん、あの小学校の、小学校卒業する時のさ、あの小学校の頃ずっと使ってたカバンとかさ、うん、まあ小学校のランドセルか、カバンじゃないわ、ランドセル、ランドセルとかめっちゃ愛着湧くよね。長見の娘さん、長見に愛着持ってる。ありがとうね、神楽、愛着持ってくれてありがとうね。うん。
もおおもうつくよ。バンドンバンバンドンバンダウン It's my life now never I go live forever。 ありがとうございます。大丈夫よ。でここでバックすればいいの。一旦通り過ぎて、通り過ぎたところをバックしたら今度左に行くの。ここよ、ほら、くこれよな。こうやってどう、どうポンタ、すごくない？こっちに人いる。こいつ、こいつに会いたいな。ここか。あ、宝箱もあるよ。ここだね。ウェイポイントしよっけ。さあ準備しとこ。いいでしょうね。ナイスありがとうね、イムちゃん。イムちゃんナイスありがとうね。ここでちょな、ま、どこってならなかった。ちょっと気のせいかな。あ、もうやばいやばいやばい、もう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 やばい。ナイトボットちゃんいつもありがとうね。ちょっとこっちで、ちょっと OK。 この宝箱って前開けなかったっけ。くわ、うめ、うまうま、うまうま、うまうま。あーめっ、ちょ、これか。見て、あと24スクラップかける2、48スクラップあったらこれ今の列車フルコンプよ。フルになる。散策に行きますか。あの NPC に会いに行くか。こいつ、こいつ、ちょ待って、こいつ、こいつに会いに行くか。もうこのゲームクリアなんじゃない？あと1時間以内ぐらいにねえ、1時間以内にクリアだよこれ多分。ちょっと奥に行って、スクラップ何持ちじゃないね。待って、あのショットガン持ったやつ出てくる？あいつさ、列車じゃん、汽車に戻ってさ、ガトリングで撃ち殺すしかないんだよね。だるいな、ここで出てきたら。あの口笛は金ちゃん走りでアイテム見ながら。うん、ち行って、ここは、ああれだ、人いますか中に。スクラップ、ああれペンキじゃない？黄緑があるよ、黄緑。あれ黄緑あるね。あ、スクラップあった。こっち降りれるんじゃない？これダメージ食らいそうだね。降りるか。ポンタくん73さん、うん、It's my life now or never I will live forever。 ありがとうございます。It's my life があるよ。くわ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 。あのね、今ね、配信画面のね、左上にね、歌コマ概要にありますってやつだね。まああんまり歌りすぎても困るけどね。まあ何が出るかはあれだけどね。だけど今日結構歌ってた方よ。うん、ち、あ、なんもないね。ポンタくん73さん、うん、そうなんだ。そうそうそう、概要欄にクリエイターについてで、ね、歌コマ。サタンさん、スポティフィーの音楽切り替えた瞬間、長見の音楽流れたからとうとう長見さんがメジャーデビューしたのかと思ったわ。どう考えてもしれえだろ。スポティファイね、時々パピコのスポティファイね、一緒に聞いたりしてんだよね。あんまり邦楽聞かないからね。さん、私はこれ好き。ハーリデイ。俺洋楽の方が好きなんだよね。聞くのもね、大体ね、テンションが上がる系の曲しか聴かないんだよね。普段下がり気味だからね。ちょ、何もないね。サタンさん、うん、英語わからないのにね。俺さ、思うんだけどさ、パピコの方が一言多くない？別に喧嘩売るわけじゃないよ。喧嘩売るわけじゃないよ。うん、喧嘩売るわけじゃないよ、本当に。Do you know? クイエナムノーベベベベナムモルチョヌアヌユアワセオパカンナムスタイルエエエエエエエセクシーレイデイオアイヤーアイヤーオパカンナムスタイル。ありがとうございます。私は売られた喧嘩を返品してる感じ。俺喧嘩売ってないからね。パピコに一度も喧嘩売ったことないからね。俺らのために働きたい、信じ。You must be.
歩くほどに踊るほどにふざけながら焦らしながらバラより美しい、ああ君はあいや変わった。ダメだ。俺さ、このゲームしてさ、初めてさ、初めてかな、まともじゃないこの人、割と。物足りないんだけど、まともすぎて。物足りないんだが。He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. まともだよね。まともだよね。None of us miners ever received copies of our stuff. 普通のゲームじゃん。ピクルスな。おい、ポッター、マジでやめろって。ピクルスだからな。マジでやめろって、それは。マジで、掘り返すな、マジで。ちょっと、マジで、ポッター。おう、5時とは思えない絶妙さなんだけど、嘘でしょ。じゃあ、マジでさ、ポッター頼むよ。ちんぷんかんぷんって英語でなんて言うの？みんな知ってる？ちんぷんかんぷんって英語でなんて言うんだろうね。俺じゃないわ。俺かけねえだろ。ね、うん。ポンタよ、説教するなら。ね。ポンタちゃんと謝ったとき、ちんぷんかんぷんって英語でなんて言うの、パピコ教えて。ちんぷんかんぷん、油かたぶらみたいな感じの多分あるんだよね。ちんぷんかんぷんって慣用句ないのかね、そういうの。ね、サタンさん、レベル感によるけど、うん、レベル感、サタンさん理解できない。あー、なるほどね。こんな感じなんだ。 I don't get。 うーん、I could scale him myself. Self. Self って発音嫌いなんだよな。なんかちょっとイラっとくる。へへじゃねえよ。へへは共通なのか。As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. 実はマンブさん、辞書引いたら、ウニンテッピギブレ、ラング上げって出ました。へえ、辞書も引いてくる。まあいろんな言い方あるよね。多分パピコのが、あれでしょ？フランクな感じでしょ？ねえ。リッターマンさんのが、アンテルセアンゲット。それさ、その単語だけさ、待ってよ。コピって、一応ちゃんと翻訳してくれるからさ、これで打つとどうなる？ポンタくん73さん、ユチャムプ、サトルさん、チンプンカンプン。あ、チンプンカンプンって出た。それは、なんだろう、意味不明な言語っていうか、うん、むずい。あー、なるほどね。あ、言語ってことか。何言ってるのって感じ。結果的に何言ってるのって感じなんだ。報酬としていらなくなった金属スクラップやるよって。こいつマジ足元見てる。ああ、やっぱそうなんだ。こいつマジ足元見てるな。自分にとってゴミなものをさ、報酬にするっつってるわ。ガチで足元見てるこいつだよ。ふざけんなよこいつ。ちょ、何、背の高いステラタトーノムにするために失われたファイルを見つけよう。サタンさん、うん、でかこの人男？男。サタンさん、おパイあるけど。鳩船なんじゃない？男の人でさ、めっちゃ太った後さ、痩せるとさ、この胸だけ痩せない人いるじゃん。あの、女の人もさ、昔めっちゃ太ってて、頑張ってダイエットしたらさ、胸だけなんか残ったって人いるじゃん。体質なのか。なんかそうなんじゃない？鳩船なんじゃない？元から胸の脂肪が取れにくい人っていうのかな。多分そうだと思うけどな。いるよね、男の人でもあんな感じの体型の人。イムホテプさん、はい。リッテアマンブさん、肝臓悪いとこういう体型になるよ。あ、そうなんだ。肝臓悪いとなら体質じゃないんだ。もう肝臓悪かったら胸がでかいってこと？嘘でしょ。サタンさん、ほえ。うん、そう。あのさ、なんかフライドチキン食べると胸がでかくなるみたいな都市伝説みたいなあったじゃん。フライドチキン食べまくると。え、何この。え、ファイルを見つける。
リッチアマンブサン、腹水と女性化チブサって現象。へえ、女性化チブサっていう病気なんだ。あ、これじゃない？なんじゃそりゃ。へえ、まあ、女性化チブサって言ってるぐらいだから男の人しかかかんないんだろうね。これどこにファイルあるの？わかんない。リッチアマンブさん、読み方は女性化乳房。あ、女性化乳房なんだ。イムホテップさん、ガイノ。ガイノ。何ガイノって。イムホテップガイノ。病気なんだ。まあ、悩んでる人もいるだろうね。ちょっとあんまりいじるのもよろしくないような気はしてくるけどさ。そういうどうしようもないの聞くとさ、ちょっとキュッとなるよね、心が。考えちゃうと。ポンタくん73さん、外務。外務。外務。外の外務。腹水と女性化乳房。外務。これここでさ、ファイル見つけるってあるんだけどさ。ファイルってどこにあんの？これ探さないといけないのか。まあ、ちゃんと探しますか。隅から隅まで見ながら。ないね。ちゃんと落ち着いてね。落ち着いてちゃんと。汽笛が。待って、待って。これ上に登れば大丈夫でしょ。痛い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 。ポンタくん73さん、やばいぜ。ほら、痛い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 。どっか行った。あいつどこ行ってんだ。こっちまっすぐでしょ。大丈夫か。まあ、だけど襲われようがないもんね。向こうも攻撃しようないよね。この建物全部壊さないと意味ないもんね。これじゃないでしょ。ファイルってどこ？こっちの方がいいでしょ。あ、これ？じゃあハンマーだね。ここら辺もないもん。反対側のところ行ってみるか。あっち側。これ。これ行ってみるか。ここね。ここ。あ、どうやって登るの？うんちか。うんち、うんち。開かない。開かない。ファイルなくない？ファイルなくない？何かをやったら何かが開くとかそういうギミックもないでしょ、多分。あの一番上まで俺行ったことないわ。外階段があるよ、外階段。外階段があるな。ちょっと、スクラップあるわ。マジでいらないみたいだな、スクラップ。そこら辺に転がってるわ。外階段がある。あ、崩れてるじゃん、外階段。外階段崩れて、こっち。そんな、アトラクション要素あったっけ、このゲーム。わからないな。悩んじゃうね。まあいいや、気にしててもしょうがないよね。こっち、あのロープ掴めないもんね。じゃ、近っ、うわっ。あいつなんなん、マジで。ここ登れないでしょ、ジャンプで。ここの上行きたいのよ、上。上。どっかから行ける？ちょ、嘘でしょ。またあいつ来んの？ね。南さん、なんかおもろい、笑。え、もしかしてさ、あのさ、チャールズを呼んでこの建物をぶっ壊して倒壊させて屋上にあるファイルを取るとかある？これ、このオブジェクトが壊れるってある？そんなことある？このロープとかすごい、もうすごいいやらしいぐらい揺れてんだけど、なんだこれ。何これ、何刺さってんのかこいつ。なんだあっち、やっぱこれ崩れてるよね、ここ。これ登れなくない？どうやって行くの？あっちの部屋も入れないでしょ、あそこ。ここ行けないもんね。ここ行けないでしょ。これ積んだんだけど。なんか別のアイテムある？背の高い捨てられた塔を登り。塔を登らなきゃやっぱいけないんだよね。なんかやっぱ上行かなきゃいけないんだよ、こうやって。ジャンプするのか、なんか道具みたいのがあるのかな。列車からミサイルってさ、これになって倒壊させるとかさ、登る必要ないじゃん、そもそも。上のファイル取ればいいんでしょ。あ、これじゃない？
嘘だろ。くぅ見たか。ちょ、嘘でしょ。止まったこれで。ここからここからどっか行けんの。アクション要素あんのこれ。え、残れるこれ。今ホテップさん、うん、行けたわら。ね、こう、え、こう、ちょ、行けない。え、ここからこう、え、あー通り過ぎた。こうか。アクション要素があるのこのゲーム。嘘でしょ。ちょっと待って、登らせて。嘘、もうちょ、画面酔いしそうなんだけど。ちょっと降りたわ。落ちてこうやって。ちょ嘘でしょ。こんな難しいシビアなゲームなのこれ。これのどこにホラー要素があるの。嘘だろ。待ってよ、こっちとかなんかある。ないよね。もうここしかないんだけど、ヒントが。こうで、こうで、ここをこう、ここをこう。クソみたいなゲームだな。クソみたいなゲームって、ちょっと、ちょ待って、あ、ちょ待って、こっち、登らして。あ、登れた。登って、向こうに行けってこと？向こう行って。行けないよな。ここ？あっちか。あれから登るのかな？だから、ここから、こう！嘘だろ。こんなに難しいの？このゲーム。え？これ、そのためにジャンプがあるの？これ。嘘でしょ。こっからしか登れない？あ、ここだと簡単にまたげるわ。ちょっと待って。こんな難しいのこのゲーム。登れた。あ、落ちちゃった。こう。あ、オッケー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 。もうコツ掴んだわ。はい。あ、ダメだ。ジャンプしなかった。こう。俺絶対間違ってるような気がするんだけどな。俺絶対間違ってるような気がするんだけどな。気のせいかな。今。そうだろ。あいつマジイラつくんだけど。これなんかないかな。何かを押すとかさ、触るとかさ、倒すとかさ。ここよ、ここ。ここ登れればいいのよ。そうでしょ。ちょっと疲れるな、これ。ちょっと登りようないもんね。ちょっともう一回下に降りて、ちゃんと冷静に考えよう。あの上に登ればいいんでしょ？やっぱ普通じゃできないと思うんだけどな。ここなんかある？なんもないもんね。諦める？この細道何？関係ないよな。大丈夫よね。ここ入れないでしょ。あ、スクラップあるわ。これ結果的に入れるな、これ。あんまあいつ気にしなくていいか。多分こっち来ないよね。いや、もう気にしなくていいか。気にしすぎよな。こっから、うん、こう行って、うえ、こう、え、そっちから来る？まあ大丈夫よな。何？南さん、気になる、わら。ね、気にはなるよね。近いんだけど、あいつ来るな、やっぱり。あいつでなんかしてもらうな。あいつの力を使って何かすんの？呼び込んだ方がいいのかな？こんな何度も来ると怪しいよね。逆にやるか。もう死ぬつもりでやるか。この中道とかさ。来てるよね、多分。来てるね。多分来てると思う。あっちだよね。うえぇ！ I love you!ゆきこんばんは。今ね、機関車トーマスと戦うゲームやってる。あいや、機関車トーマスとゴードン。ゆきさん、こんばんは。こんばんは。あ、これ
これ使えるんじゃない、これちょダッキングしてさ、ちょこっからのやっぱこんなに音がするのおかしいよ、絶対なんかあるって、あいつを使ってなんかするんだって。今ダッシュしたら めっちゃジャンプ、おえサイサイリビンさん、まっちょっと待って、絶対やばい、待って、うそやろ、南さん、わらわら、うそやろこいつ、あの噂のトーマス、噂のトーマス、うそやろ、シーリビン257さん、うん、あなたは中国人ですか、 I'm Japanese、 I'm Japanese、 うちわ、 I'm Japanese よ、あちゃあちゃあちゃあ、ジャブ帰れ、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い、家の中、家の中、ちょ、 M ジャパニーズ、これさダッシュでさジャンプしたらさめっちゃジャンプしたんだけどさ、うん、ちょっと怖っ、これさダッシュしてさジャンプしたらさめっちゃ遠くまで行ってからさあそこに飛び移るんじゃない、あそこに飛び移って、あーどうからわかん、うっ、うっ、あっ、ちょ、もう恐怖なんだけど、恐怖映像なんだけど、あいつ、あいつ嗅覚でもあんの、あいつ嗅覚でもあんの、南さん、ちょろちょろくるね、わらわら、あいつ嗅覚あんの、え、え、左、どっち、右、どっか行ったかな、そうそう、だから今さっき聞いてたのがさ、こうやってさダッシュしてジャンプするとさ、ほらほら結構移動しない、ほらダッシュジャンプ、このジャンプ力使ってさ、さっきのさ向こう側のところに行ってさ、あっち側、あっち側にジャンプで移ってさ、なんかあるんじゃないかなと思ってさ、ほんとに、シーリビン257さん、うん、電車に乗る、電車に乗る、嘘でしょ、よきさん、行ってみましょう、行ってみるか、電車、おらくわっ、うわっ、内側の鍵開けますか、開かないんだ、みんな見た今の、これやっぱペンキ缶だね、ありがとう、うぅ見たみんな、うわ、良い子真似しないでね、よきさん、くすながみ、ウェイ、うん、ウェイ、やっぱ行ってみるもんよね、ほんとに、あ、スクラップあるわ、うん、マジでほんとに、シビリンさん、ロム了解、こんな絶望ある、俺階段だけ見てさ上に上がるとしたらさ、これ止まるからさ、なんでだろうって上見たらさ何もないこんな、こんな、サタンさん、うん、ロシア語のやつ放置でいいの、あ、なんかバンした方がいいかもなとか思ってたけど、パピコに任せる、あ、こっから登るんだ、した方がいいのかな、ちょっと待って待って、ハマってる、わかんない、パピコありがとう、すいません気にかけて、あ、くそ、ダメージ食らった、ダメージ食らった、これ多分登るんだ、アクション要素があるんだ、え、なんか行った方がいいの、よくわかんないけど、そういう意味じゃないの、なんで中国人と日本人の区別ってつかないでしょ、西洋人の人には、こっちから向こうに、待って、歩いてる、これ歩いてるだけ、ちょっと待って、うん、サタンさん、うん、悪いことは言ってなさそう、あ、そうなんだ、このゲームやってる方ですね、あ、やってる方なの、サイリビンさん、ありがとうございます、電車に乗るって言ったらそういうことか、サタンさん、うん、チャネポ連打したら追放しよう、シャレポレ出した追放して、卵は何個ですか、ルル、あ、卵、あ、まともな人っぽいよ、大丈夫、卵ワン、エッグワン、エッグワン、ネタバレ禁止よ、ネタバレ禁止って言って通じるかな、でこっちから多分これって、ちょっとネタバレされそうだ、まさかさこのゲームでさネタバレしてくる人いるの、ネタバレしてくる人がいることが驚きなんだけど、このゲームで
いや、バカにしすぎかな、このゲーム。よし、オッケー。新波373さん、わらわら。別に人気ゲームでもないのにさ。あ、こっち入れるかな。開けない。よし、閉じて、うん。ああ、もうちょいよ。あれ、飛び移れんの？これ相当怖いんだけど、あそこ。弾ひょんじゃねえか、あれ。あ、スクラップ2個あるわ。すごくない？このゲーム。アクション要素まである。ネタバレはご勘弁ください。あ、ありがとうございます。ね。シーリビン257さん、うん、ね。武器は何ですか？1から4までいくつありますか？待って、ネタバレしそう、この人。南さん、たまあるわ。この人が来るとはすごいですね。わら、キムステップさん、今がホラーですね。今がホラーよな。やべんなよ、バビゴ。たまあるわ。これどうすんの？あそこまで届く？これ。これ、綱乗れるはずないもんね。こっからジャンプするしかない。あ、なんだ、これ、扉がある。開かない。ちょっと待って、これ登れる？どっかから。登れないよね。こっから登れないよね。どうしようか。やっぱこっからジャンプするしかないよね。俺届かないと思うんだよな、これ。俺届かないと思うな、これ。いやー、なんか別の方法ありそう。あそこに飛び移るんだよね、多分。またあいつ来んの？お、来た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 。ええ、住人走ってない。住人走って逃げてる。橋の下逃げてるね。ドレミファソラシドさん、まだいんのかよ。そう、あ、逃げた逃げた。え、そういう細やかな設定があるの？おい、 NPC 動いてる。うん、走らない、走らない。あ、走らないって言ってるわ。走っちゃダメだろうから。こっちからほい。余裕よな。え、走ったら見つかるってこと？あの天井からだったら届きそうな。マジでさ、このゲームさ、ちょっと気分悪くなってきたんだけど。え、ここにある？走らない。多分これ綱渡りしろってこと？え？え？嘘でしょ？シーリビン257さん、うん、いいこと思いついた。うん。リッテアマンブさん、うん、3D 酔い？そう、ちょっと 3D 酔いみたいになるんだけど、このゲームで。リアル感がないからか、このゲームに。俺はもっとリアルな世界で生きてるからさ。うん。これ箱じゃね？今こそスパシーバよ。スパシーバ。スパシーバ。Thank you。 もうジャンプ行く？どうせ落ちるんだったら。ここら辺から、こうやって斜めに行って、行くか。斜め移動できたよね、こうやって。ほら、こうやって。これで、行くか。みなみさん、うん、これ落ちても生きてるのかな？わかんない。もう死んでもいいんだけどね、もう。だって向こう側行かなきゃいけないもんね。本当に。シーリビン257さん、うん、焦らずゆっくり下る。焦らずゆっくり下る？なんだ、焦らずゆっくり下って。じゃあ歌わさせてもらいます。うん。キツネ、タヌキ、天ぷら、月見、お肉、冷やし丸、うどん、うどん、うどん、スープ。失敗した。あ！ドレミファソラシシドさん、うん、面白くなさすぎて具合が悪くなったのか。それも一理あるわ。それも一理あるわ。ゾウモト男性、ここから今正直なこと言ってもいい？マジ無理。レシデンスレイペア、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 レシデンイカラク、ジュンさん、わらわら、ヨキさん、これロープつかめんの？生きてるね。ね、右下のハートが、待って来た！あの列車やろ、また来たね。めいや、ちょっとほっとくか。こっから、よし！ほら、見た？このアクション性。で、ここから、どこだっけ？中入って、上に登れないから、外に出て、あ、そうそう、ここの樽、樽っていうか箱を登って、
ここに来る。ほら見た。あ、開けない。ね、車中、車中、車中、了解。で、こうやって登っていって、ほら、また同じ場所。ここ行ける？行けそうな気しないんだけどな。もう気にしなくていいよ。おい、ちょっとびっくりした。あいつ、あの NPC は、NPC 逃げてる。NPC 逃げてる。逃げろ逃げろお前。あ、どこ行ったわ。え、ここに飛び移るでしょ？ギリギリ今飛び。ここからさ、向こう飛び移る。こいつマジで何がしたい。地獄に帰れ。こいつ、これが半分機関車半分地獄の雲のモンスターですよ。帰れマジでこいつ。トーマスでしょ、みんなトーマスって言うよ。でそれはそうだよね、トーマスよなあれ。サタンさん、うん、サタンのペットがよそいつ。とんでもないもん買ってんの。戻ろべ、なんかめっちゃガコガコとすんだけど、こいつ。あいつの動力圏何？え、あいつ帰れないんじゃない？いいや。どうしようかな。ほら、あいつか帰れるな、あいつ。立ちこまよな。地獄の立ちこまよな。これさ、ジャンプ難しいんだけど、ジャンプしてそこに乗り移っ飛び移っても、やっぱこのロープがさ、繋がれた、綱渡りみたいにさ、向こう側に行けないと無理だと思うんだよね。諦めるか、このクエストね。サタンさん、ぐちゃぐちゃぐちゃよな。ちょっとやばい。ナイトボットさんが何かを言っています。絶対やばい。絶対やばい。絶対やばい。このタイミングは絶対やばい。絶対やばい。ね。ね。うん。騒がしいの。おんパピコの判断に任せますわ。今。しゃい。で、すぐに登れないから。ちょっと待って、こっちダメージ食らえそうな気するな。ダメージ食らわないか。あいつ来れねえよな。危ない危ない危ない。何気に難しいんだよね、このバランスが。ここなんかある？他にヒント。あ、ここにファイルがあるのか。いや、ないよな。もうちょっと気持ち悪いんだよね。ここのクエストってクリアしなくていいかな。やっぱあそこ行けないとおかしいよね。だよね、やっぱり。で、あれからここの上登ってあっちなんだよ。やっぱそうだよ。なんか一旦上まで行かないとダメなのよ。で、こっからは行けないでしょ？あそこに屋根登って。わかんないね。これなんかある？ね。シンビリ257さん、ロシアのために。嘘でしょ？俺日本人よ。日本人で日本に住んでんだよ。ロシアのために、祖国のためにやるの。ザンギフみたいなこと言うな。じゃあ頑張るか、ロシアのために。ほんじ行くよ行くよ。ハラショーだよね、ハラショー。今ヨキゼット4さん、スタンプの連投はご遠慮ください。正直なこと言ってもいい？マジ無理。ミナミさん、わらわら。ヨキさん、わらわら。リッテアマンブさん、ナイス。トライ、ジュンさん、脱線しました。イムホテップさん、グッドゲーム。サタンさん、わらわら。俺このゲーム誰かもしれない。サタンさん、なんか違う気するよね。ダブル進み方、わら。進み方やっぱ違うよね。一旦ダメだね。脱線しちゃったわ。そうだね。うん。カムプペは315さん、カムプペにわらわら、カムプペにグッドゲーム、カムプペニック、シンビリン257さん、ガラクタ3点セット。ガラクタ3点セット、ちょっとよくわからんけど、多分本当の意味でも脱線してるんだよ。本当の意味でも脱線してるんだよ。だから一旦そう、ここはほっとこう。これはほっといて。ガラクタさん、地下ですか？地上です、大丈夫です、大丈夫です。あ、ここ宝箱あるよ。
こっからこう行って取ったりとかするか。一旦あっちまでバックするか。これバックで進んできたもんね。あ、線路は続くよ、どこまでも。通り過ぎた瞬間よ。体感今。これぐらいだね。よし、オッケー。よしよしよし、着いた着いた着いた。反対側か。こっち側か。お、スクラップない。あ、あった。ラッキー。落ちそう。これ、開かないか。まあ、だけど、周りに大体スクラップ落ちてるからね。あったあった、ほらほら。こういうやつ拾って。傘こそ落とすの。またショットガン持ったやついないよね。だけどあの塔の周りさ、電車がいすぎよ。電車っていうか、あの雲みたいなやつさ、いすぎよな。心理便257さん、うん、チャーリーズと行く。チャーリーズと行く？なにチャーリーズと一緒に行けってこと？あの記者の名前チャーリーなんですよ。チャーリーなんですけど。あ、来てるんだこれ。来てる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 。前から来てる？前から来てるかな？一旦。あ、待って、今宝箱あったな。宝箱あったな。一旦ここでゆっくり音を立てずに、ここでこの汽笛を鳴らすと多分来るわ。宝箱あったよね。ほらほら、え、このブレーキ音って響いてる？キーって。大丈夫よね。うまいうまい。やみ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 。よしよし、これも改造できんじゃない？ 21 スクラップか。まだか。前に進んで、一旦あいつが近いんだったらなおさら気をつけないとね。ドレミファソラシシドさん、うん、これは記者ゲームなの？そう、記者のゲームなんですよ。記者っていうか記者型ホラーっていうんですかね。記者のね、なんか化け物みたいのがいて、記者が半分、なんか地獄の雲が半分合体したような化け物がいて、で、そいつが襲ってくるんですよ。何？胸を吸える。なんだ胸を吸える。うん。ホラゲ。何そのジャンル？それもわかんない。ちこない。来てる？これ前から来るよね、多分。前から来る。だけどまっすぐ進んで撃ち殺すしかないよね。これさ、これドレミちゃんさ、後ろにこれがあってさ、ここバンバン撃ったりとかするの。で、ここで武器変えたりして、このミサイルとかさ、これに変えるとほらミサイルなの。これがほらこうやって、あ、撃っちゃった。これ来る？もしかして音で。え、来てる？今来てる？来てる？待て待て待て、ちょっと待て、お前ふざけんじゃん。待て、マジでよ。待て待て、おいよいしょ。待て、叫んだよ。帰る。脱線したくないんだけど。あー、ビビっちゃった。ビビっちゃった。あいつ俺にビビっちゃった。28スクラップ。やっぱりさ、あいつと戦うとさ、スクラップ落とすのかさ、スクラップもらえるんだよね。まあ、回復で結構使っちゃうけどね。今戻るけどさ、元の位置に。やっぱね。あいつ撃退してるんだよね。倒してはいないけどさ。ここら辺かな。急ブレーキ前進。いいね。OK。これで、俺さ、こっちに行きたいのよ、ここ。宝箱みたいなのあるからさ。4つの武器を探す。4つの武器探す。ケンプファさん、うん、お仕事終わった。あ、お疲れ。母ちゃん、お疲れ。お苦労さまね、本当に。あ、これ作ら、あ、これ墓があるよ、墓。リップって書いてる。あ、違う、全然方向違うじゃん。あ、違うか。あ、ほら、宝箱あった。これよな。欲しかったな、これよ。待って、ピッキング？待って、連打しちゃった。このゲーム、今すぐやめ、え？どうやってトウモロコシまた、そもそもなぜ、オーレンを渡し、これ何？あ、
はがきがあんのか。シーリビン257さん、うん、ピコ、コッパー、ピココア、なんだピココアって。よし、オッケーオッケーか。雷落ちてる。なんかちょっとマジで気分悪くなってきた。俺タラコフしときゃよかったとか思い始めてきたもん。ちょっと気分悪いもんな。ちょっと一旦これさ、ここからさらにバックして、ここ行って、南さん、あ、これ、謎が謎を呼ぶ。あ、必須ミッションだってよ。必須ミッション、あ、武器ミッションだ。武器ミッション4つ目じゃねこれで。これ何？モンスターの卵がある。あ、必須だわ。ね。4つの武器が最も正確。4つの武器が、もうネタバレしまくってんだけど、大丈夫？これ今さ、俺、武器が3つあるからさ、4つ目がないんだよね。このゲームでさ、ネタバレして教えてくれる人いると思う？俺思ってなかったんだけど。あ、大丈夫よ、シービリギさ、ネタバレしなくて。本当に大丈夫だから。ちょっと今、ちょっとスクラップあったな。ミーナミ373さん。予想だりしないんだけど。どうやって見つけたの？これもしかして、ツイッチで配信してるの俺だけ？長見後ろ。後ろカーテンです。後ろカーテンです。大丈夫です。これ、スクラップ取れた。このゲームしてるの俺しかいないのかな？やべえな。あ、来た来た来た。こっち、分岐通って。いやー。よくちょっとコントローラー震えてんだよね。プルプル。ありがとね、パンちゃん。いやー、あ、もう着くんじゃないこれ。あー、そろそろ着くね。うん、よっ、もうちょっとしようかな。え、いい感じじゃない。あー、もう近いじゃん、ほら止めて。あー、通り過ぎた。まあ、だけど多分大丈夫よね。あれブレーキかかるもんね、降りた瞬間。よしよしよし。ちょっと血が垂れてないこれ。なんでそんな顔で見つけんの。ジンジャパンさん、ただいまです。撮り鉄を襲うの。撮り鉄を襲うわけじゃないけど、電車に乗ってね、電車に乗るホラーゲームだ。こんなやついる、マジで。首元血ついてない、袖口も。なんでこいつ平気な顔してんの。やっぱりさ、俺見た瞬間さ、話しかけたいさ、LP しないんだけど。え、鼻の穴すごい広がってる。嘘だろ。ちょ手紙があるわ。おいしょ。スパイダー記者、世界征服しようとしてたろ、あのスパイダー記者使って。プリズムから、卵から生命出るけど、そう、なんかね、足が生えたね、記者がいるのよ、ジンジャーさん。そいつと戦ってんの。ね。シーリビン257さん、うん、トクスシクの音楽をかけて。トクスシクの音楽かけて。ちょっと何言ってんのかな。ごめんね、シーリングさん、わかんないけどさ、何言ってるか。このゲームさ、マジで話しかけたい NPC がいないんだよな。スクラップ。話しかけたい NPC いないんよ。自分から。足が生えた記者？そう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 。足が生えた記者があるの。そうそう、2番目のやつ、後者。蒸気機関車の記者。The Archivist, in all your radiant glory, Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something.うん。There's an ancient shrine on the island. CBD257 さん、ベリーダンサー。The prism seems to have been designed for one purpose: to destroy monster eggs. うん。ジンジャパンさん、線路いらねえじゃん。21世紀だ。そう言われたらそうだね。崖みたいのもさ、あの広角機動隊のさ、立ちコマみたいな動き方するね。俺広角機動隊好きだからさ、見てたんだけどさ、こうやってこっち。立ちコマの性格もいいよね。可愛いよね。マジ立ちこまよ、あれ。うん。すべてそれを卵が引き出されたかいな。大量のエネルギーがビームとして。ビーム。うん、吸収しする能力を有する。そのエネルギーはやつを強化し、さらに。パチンコでしか知らんけど、あんな感じかわらわら。ああ、そうそうそう、高架機動隊の立ちコマ知ってるんだ。そう、立ちコマみたいな感じ。うん。あれは、あれは戦車なんだよね、確か。
However, it's not my place to oppose once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine. あ、もうやっぱ終わるわこのゲーム。あれで卵3つ集めたら終わりで、今ね鍵ね2個目の鍵取ったから。心理便257さん、お願いします。お願いします。了解です。 OK。 まあ何をお願いされたか分かんないけどね。よし、あれレベル10がマックスじゃないの。あ、今9なのか。スクラップも結構揃ったしね。で、どっかにマークつくんでしょ。あそこ行けってことか。まあ、一旦武器商人のところ行って、武器ミッション行って、ここら辺にミッションあったよね。そう、これも行く。電話から。電話かな？テルから？電話かな？ちょっと怖いな。そんなことないよね。女性の方じゃないよね。海外の人に無駄にモテるからね。ちょっと怖いんだけど。そんなことないよね。もしこっち行くか。うん、変なこと言ってないよね。でこっちから、ね、男？女？男？ワンピースでこういうやついなかった？心理便257さん、一大武言。一大武言、一大武言。これが武器なのか。おお、やっぱさ、腕の接合部分おかしいよね、ここ。なんか欠けてるよね。You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took them up to their camp. Bob was such a brave man. Brave man. Bob, brave man. 陰陽師なの？本当？Brave man. What I have left of the gun and still got those other parts. You can put it back together to use against Charles. Okay. Just do me one favor, will ya? If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Ah, honey って言ってるね。海外の人 honey って言うからね。男の人に対して。まあ、自分にとって甘い人っていうか、なんかそういう意味合いなのかね。ハニー。ハニーはハニーなんだよね。性別関係ないんだよね。日本人の感覚だとさ、彼女に対してさ、まあハニーって言いそうなイメージあるけどさ、男の人に対してもハニーって使うんだよね。海外の人。あ、だからさ、その海外の人とさ、付き合うじゃん。ハニーって呼ばれるんだよね。俺男だけどね。今のは永見さんの彼女ですか？だよ、急に呼ぶかよ。そんなはずないでしょ。どう考えてもここに行けっていうの。リチャードン部さん、ハニーもダーリンもどっちにも使うって習いました。あ、ダーリンもそうよ。だけど俺は逆って習ったよ。あの男が女性に対してダーリンで、男に対してはハニーって俺逆で習った。なんか私のことなんかダーリンって呼べみたいな感じってさ、めっちゃ恥ずかしくてさ、俺呼びたくなかったのね。いいから呼べって言われて、俺はなんか俺はっていうか私はハニーって呼ぶみたいな感じ言われてさ。心理便257さん、風花俺付き合うと思う。まあいいか、まあ愛があれば付き合えるか。やめとこ。心理便257さん、下手なこと言うね。アームズね。了解了解。俺風花寝たと思ってたもん。あ、起きたのか。逆に風花多分今起きたんだな。ジンジャパンさん、いいから呼べ。いいから呼べ。エンジェルさん、いや起きたんだね今多分。いやラップ、フーカの配信でもこのゲームやってほしいな。本当に絶対後悔すると思うわ。フーカが開けるか。開けれるよねこれ。誰かいるんでしょ。いないね。エンジェルさん、寒くて凍えてる。心理便257さん、暖房器具使えない。仮面ライダーがいる。ちょっと仮面ライダーがいるっていう単語初めて聞いたんだけど。暖房つけないよフーカ。体冷やすのマジ体に良くないからね。温めた方がいいよ。あ、え、ちょっとまともじゃない？あ、まともな NPC いるな。ちょっと手紙あるわ。これピクルス書いてねえよな、この手紙。心理便257さん、敵。敵なの。女性の人はさ、とりあえず体温めた方がいいって俺よく聞くけどね。足ごとぶっ飛ばして、チャールズ。まだ温まらない。え、なんで？何してたのか。暖房器具、あれか、オフにしちゃった、間違って。ジンジャパンさん、長身を分かってないな。か弱い女性が凍えてるんやで。ルリちゃんさん、みんなに愛されてる方と聞いてきました。
初見ですわらわら。ルリちゃん嘘でしょ。こんな愛されてないからね。かよわい女性が震えてるって言ってさ、俺絶対さこの後さみんなが思うような単語言ったらさ絶対キショって言われるんだよ。気持ち悪いとかさ、誰にでもそういうこと言うんだろうとかさ、引くぐらいさ、もうへこむぐらい。正直なこと言ってもいい、もうマジ無理。そのチャレポもあったな、そのチャレポも実装したな。何も言ってないからだ、チュンちゃん。俺何も言ってねえからだ、マジで。俺まだ何も言ってねえからだ、ほんとに。これやばいな、やばいな。俺何も言ってねえから。これまともそうじゃない？このゲーム史上初めてまともそうじゃない？話しかけていいかな？内面壊れてるかもしれないからさ。うーか、だけど体温めた方がいいよ。体冷やすとね、あれ、いろいろ病気かかっちゃうからさ。You're the archivist my father told me about. うん、トルミアマートって言ってるじゃん。うん。うん。だけど気をつけたけど、キッシって言われてるからね。誰も気をつけないけどね。Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Disappoint. Disappoint って言ってないか。ちょっとね。エンジェルさん、うん、なんで寒がりながら陽打つんだよ、ブーカ。寒がってたんでしょ。うん。エンジャパンさん、つけたわらわら。Not to say that your help isn't appreciated, If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. Dangerous monster. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death.We've devised a perfect trap as a precaution that may help. Perfect trap. CD257 さん、ガイプリで、ガイプリで、ガイプリで。こいつやばそうだな。ガイプリで、ガイプリで。俺シーブリーさん、そろそろ。そろそろ、そろそろあれかな。そろそろあれかな。シーブリーさん、そろそろ行くよ。そろそろ行くよ。遠隔爆弾、あの木製の橋に終わったらここで。こいつやばそうだな、ハクサワラワラ。そろそろな気がしますね。で、そろそろな気がするよね。で、タララ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 ラ。ドレミファソラシシドさん、脱線しますね。脱線しますね。うまいこと言うね。脱線するね。